戻れる場所があって。俺は帰れる場所どこかあったっけかな。もしもし。東京旅行はどうだ、シナタ。高杉さん。急にいなくなるからよ、心配したぜ。心配って、もうお金なら返したじゃないですか。そうじゃねえよ、金じゃなくてお前の心配してやってんだよ。え？そういや、ミルクって風俗嬢の姉ちゃんが釈放されたみたいでな、お前に伝えてほしいことがあるって言ってたわ。ゴムなしベッド90分、3000円でいいから店に来いってよ。みんなお前の顔が見たいってよ。帰ってこい、シナタ。それにお前が帰ってこないと俺も完全証明出せねえで困ってんだな。おい、シナタ。お前ちゃんと聞いてんのかよ。おい、おい、シナタ。やっぱ悪い、シナタ。おい、おい、シナタ。おい。